申し込む。羽生の高知用サーシの異世界ショーが韓国で笑いものに。堀を連覇した羽生結弦のコーチブライアン・オーサー氏56が韓国で笑いものになっている。16日の男子フィギュアスケートショートプログラムでのこと。14番滑走路者順番16イコール韓国の演技後、キス&クライに現れたオーサーコーチが着ていたジャンパーの胸には回復旗があった。15番目に登場した羽生の演技が終わると、今度はセビロックで横に座り、さらに29番滑走のスペインのハビエル・ベルナンデス銅メダルが会場を沸かした後には、スペイン選手団のジャンパーを羽織っていた。地元紙東亜日報19日付は、三角との写真付きで世界賞と冷やかし、16日のアイスアリーナで一番奔走したのはオーサーコーチだったと報じたマスコミもあった。オーサー氏が指導する選手は今大会に5カ国5人も出ている。上記の3人に加え、女子シングルに出場するガブリエル・ベールマン20イコールカナダ、エリザベート・クルシンバイは18イコールカザフスタン、思い稼いだ。オーサー氏は本拠地のカナダ・トロントにあるクリケット・スケーティング&カーリングクラブに教え子を集めて練習させており、それを商売かみてと気に入っている韓国ファンもあった。オーサー氏は2010年にはイナ・ヨナ14年と今大会が羽生が連続金メダルを獲得したことで指導力が高く評価されている。一方でイナ・ヨナが金メダルを取った後、コーチを解雇されたのは指導方針や報酬額、つまり金をめぐって母親と揉めたことが原因とも言われている。それが韓国でのイメージダウンにつながっているようだ。